どうも、マセキの浅草キッド、エルカビのエルグダです。デロリアン氏です。ということでね、はい、大仁田篤、7度目の現役復帰。もう、はい、プロではなく、日本人初のボランティアレスラーへということで。すごいですね。あの、抜け道じゃないよね。ね、抜け道ではないし。抜け道ではないよ。あと、やっぱ早速ね、スーパーボランティア、小畑さんをいじってきたというね。便乗ですか。多分そうでしょうね。完全にそうでしょうね。そうなんですかね。ちょっとスポニチアネックスさんの記事を読みたいと思いますが、はい、プロレスラーの大仁田篤、かっこ60、もう元が取れました、もう。ね、もう取れました、もう取れました。何度目だよ、もう。ね、何度取ってんだよ。28日、都内で会見し、10月28日に開催される A チーム鶴見市場大会へ出場すると発表した。と、いうことなんですけど、はい、で大仁田はですね、はい、昨年10月に7度目の引退をしており、7度目の現役復帰となるが、今回はプロレスラーではなく、日本人初のボランティアレスラーとして復帰するという。はね、これすごいでしょ。もう世間からも今ブーブーと声も、はいはい、いやいいですよ、リアルブーイングじゃないんですよ、本当にね。ブーイングがすごかったですね。7度目の現役復帰っていうのはね、うん、なんか結構その記事によっては7度目の引退の時も8度目の引退とか、はい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 、間違ってるところあったんですけど、もう混乱してますね、はい、混乱してるんですけど、これはちゃんと数えてください。7回目ですから、引退は7回目ですか、ね、で現役復帰は8回目じゃないかと思ったんですよ、うん。でもよく考えたら、うん、最初のデビューのリングに上がるのは復帰じゃないから、うん、それを抜くと引退7回で7回目の復帰になるということで。そうだね。これはですね、うん、あの東進ハイスクールの生徒でもちょっと間違うんじゃないかっていう。これぜひ、あ、そうですか、センター試験に出すべきだと。未満と以下のね、そうです、と大仁田は何回の復帰をしましたかとかね。そしてですね、うん、試合形式など詳細は後日発表するということで。これはもう、うん、はい、ボランティアレスラーですから、はい、ちょっとこれあるんじゃないかと思うのがね、うん、あの2歳の子供救助できなきゃ時限爆弾ですな。どうですか、昔のもう、うん、ミート君助ける時の話みたいじゃん。それじゃあ体が分断しちゃって、ね、分断しちゃってパッパローマンと筋肉マンの、そうだよお前。でこれね、あの大仁田でも、うん、皆さん責めないでほしいのは、自分の意思で復帰するんじゃないんですよ、はい。これなぜ復帰するかというと、先月8日に西日本豪雨災害で被災した岡山県の少年から大仁田の出場を切望する手紙を受け取った。A チームのゼネラルマネージャー長谷川と広報担当の町田リンガナが佐賀県まで思いっきり復帰要請をしたと。なるほど。いうことで。もう、うん、手紙が来たんですよ。手紙が来たんですから。そう。だからしょうがないのよ。手紙が来ちゃった。あと、うん、そう、手紙って向こうから来るもので、そうそう、もんだからね。あと岡山の少年プロレス詳しいなっていう。今大仁田知ってんだって。そう。今だったらね、高野花親方に手紙を送る少年はいるかもしれない。確かに。大仁田さんに手紙を送る少年いるんですね。いっぱい勇気をもらったでしょ、今までね。だけど、うん、そのゼネラルマネージャーと広報担当の町田リングアナが佐賀県まで赴き復帰要請をしていたんですが、うん、実は大仁田さん返事を保留していたそうです。ほう。だから、俺これデスマッチ界の相撲協会って呼んだんですけど、返事を保留してたんで。で、もう仕方なく手紙も来たし、復帰してほしいって大人がいっぱいいたんで、うん、仕方なく大仁田は、いろいろ批判があるのは覚悟していると。苦しいな。そう。はい、ねえ。これはいろいろ批判があるのは覚悟しているというのは、被災者からの手紙を捏造したことにするんですか。そうかもしれない。そうですかね。非人道的なことをしてしまったという。だから、だいぶ前に僕がプロレス、大仁田篤のね、はい、見に行った時に、大仁田篤が弟子の女子レスラーに、はい、机の上にパイルドライバーしたんですよ。うん、はい、パイルドライバーする前に、やっぱり、いろいろ批判があるのを覚悟できてなかったのかなと思ったのは、うん、俺はいじめっ子だ、俺はいじめっ子だって、全員のお客さんにちゃんと声を聞かせてから、パイルドライバーしたんですよ。あれ結構批判されるの嫌だったのかな。嫌だったの、ね、うん。やっぱコンプライアンスしっかり。いじめっ子だからやったんですよ。そうそうそう、やったっていうね。そういうキャラをやってるんです。なるほどね。そうです、だからもう、うん、今度あれだよね、もう引退はもう使っちゃダメだな。どうなんですか、ちゃんと退職届出そう。次は廃業ですか。そう、退職届にしましょう。柴田山さんに。柴田山さんでしたっけ。何でもまあいいや。でね、鶴見大会参戦の条件として、はい、プリペイドカードではなく、うん、現金での1000円支給を要求と、はい、いうことなんですけど、はい、そのボランティアレスラーだから多分、うん、お金受け取れないって言ったんでしょうね、うん、俺の憶測ですよ、うん、じゃあもうプリカでみたいに言われて、うん、プリカじゃなくて1000円の現金で頼むわと。ああ、なんで、あ、ファイトマネーってこと、うん、で多分それを全部寄付するんじゃないですか。ああ、なる、多分ね。でも小畑のおじいさんはね、はい、お風呂すら拒否してたからな。
あ、なるほど、うん、あ、水だけください、助けに行ってんのに入ってる場合じゃないと、いやもう何も施し受けないでやってる、なるほど、素晴らしいね、でね、大仁田さん、あの、俺は批判も応援だと勘違いして生きていくと宣言したということ、ね、もうやっぱ無理あるって気づいてるじゃん、気づいてるですかね、気づいてるじゃん、だからこれは伝統芸能にしたいんですかね、彼は。その、引退と復帰を繰り返すことを。ああ、ねえ。国技に。国技で。国技にしていきますよ、これ。ちなみにですね、うん、今、大仁田敦で検索すると、うん、一番上に出てくるのは、大仁田敦スペース、顔いじりすぎです。いじってないから。いじってないですか、ね、電流爆破の傷跡ですから。ねえ。電流流してるだけだね。もしかしたら7年ぶり7度目の整形もしてるかもしれません。今回早かったな、ね、1年経ってないぐらいじゃないですか、昨年の10月25日に還暦電流バカで引退し、だから1年と3日経ってんですか、10月28日で復帰なんで、あ、ただ昨日かなんか大仁田がレフェリーで現れたらしいんですよ、ああそうなんですか、デビル仁田という、あ、もう怪しいね、でもう怪しいですね、でそれをねスポーツ報知さんがあの記事にしてるんですが、貴乃花2度目の引退の衝撃からすれば許容できる大仁田7度目復帰という記事で、はい、これ大仁田氏が自分で引用ツイートしまして、うん、コーヒー飲みながら読んで吹き出しそうになったとつぶやいてたんですけど、はい、やっぱりこれは最低だ、かっこ笑いって書いてましたね、わー分かってる、もう開き直ってますね、開き直ってるのと、うん、あと大仁田さん、あのコーヒー飲みながらネットニュース読むんだ結構 おしゃれなプライベートなんだっていうと、いいだろう、アナーキジーンズ履きながら ねダメジーンズ、ダメジーンズ履きながら、あと吹き出すのはね毒切りだけじゃなくなったっていうね、コーヒーもコーヒーで 今度から攻撃してくるのではないかと、いや本当は練習してるのを隠してんじゃないの、あ、そうかもしれないですね、なんかそれでも毒切り、毒切りできる、毒切りできますよっていうね、はい、あとねちょっと気になって、うん、谷川貞治さんのツイートを見たんですよ、元 K-1 プロデューサーあーなんでだよ、つぶやいたのがですね、 K-1 時代に、うん、ちなみにこれいかがですかとサイト契約書を渡した貴乃花親方、うん、相手はボブサップさん、ニコニコして受け取ってくれたのが印象的、あ、貴乃花親方、日本相撲道協会を設立しないかな、私全面的にプロデュースのサポートします、ハッシュタグ大相撲、ハッシュタグ巌流島と、危ない危ない、どうですか、危ない危ない、ねえ、もう今格闘界が動いてますよ、高さんがね、ね、大仁田敦から高野花から、いやいや高野花は分かるけど、高野花の復帰ありかもしれないですよ、格闘界に、ないないね、大仁田さんね、うん、出るべきじゃないですか、そうですかね、だからまあ高野花復帰するときにはもう弟子とね高野花トレインをしていいかもしれない、可愛い弟子たちとやってもらおうどうかなと、いいかもしれませんね、思うんですけども、電木デスマッチか、電木デスマッチですね、あとね、今朝8時59分にですね、小石田純一さんが、はい、グッドレンディーモーニングとつぶやいてましたので、ちょっと、朝弱いのか。朝弱いかも。8時59分なんだ。ね。8時59分に、そう。グッドレーニングモーニング。グッドレンディーモーニングということで。グッドレンディーモーニング。つぶやいてましたんで、そうですか。ここが気になるところですけども。はい。ね、速報でしたね。速報。あとはね、はい、ついさっきのニュースですけど、森永がチョコフレーク終了へというニュースで、あ、そうなんだ、1967年に生産開始し2019年に終了ということで、もう世間的には大仁田よりこっち復帰してくれとどんどん引退して寂しくなっていくんだって、うん、なあ、そう、世間があまり動かないのに、ああ復帰という、あと身長45が復帰するときは、うん、大仁田の特集かもしれない10度目のねえ、あるかもしれませんけどね、あるか、あとね、今日の夕刊フジはね、貴乃花来年の夏参院選出馬プランというニュースがあったので、あ、これもうネット記事じゃねえか、ネット記事、あ、ネットコメントか、ネットのコメントみたいな記事なんだよ、昨日あったよ、ね、うん、一応夕刊フジ一面の方では、うん、与野党が奪い合いみたいなね、あれなんですけどもう憶測で素晴らしいんですけど、これ、うん、昔から言ってるんだけど、国会議員でもやれよと、うん、外から改革するのも可能じゃないかと言ったら笑っていたっていうのを、元関脇高藤力が、うん、TBS の番組で言ったという誰が進めてんだっていうまあでも本当に近い人なんですよ、近い人なのがね、毎日出てね、確かに相談受けてるみたいなことを、兄弟弟子なのかな、高藤力、あ、そうそう、高藤力さんが先輩でしょ、うん、あ、なるほど、多分そうだ、はいはいはい、あ、そうなんだね、違うかな、はいはい、うん、これをね
高遠力がこれを言ったっていうニュースになった今日は、うん、バドミントンも持った世界ランク1位っていうニュースもありましたからね。すごい。え、1位になったの？1位ですよ。すごい。すごいでしょ。すごい。本当に桃田はついに1位、ね、高遠力とね、また共通点もありますから、あ ある意味においてはまあ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 、ね、まあ、まあやっちゃいけない闇の賭博のいろいろありますからね、はい、あ、最後なんだけど、うん、吉澤ひとみ、事務所がクビにできない事情ってのがあって、これ夕刊フジね。ああ、謹慎とかになったのね。そうなんだけど、うん、なんかね、まあ、マスコミ関係者によると、うん、本来であれば所属事務所は逮捕された時点で解雇することもできた、うん、それができなかったのは吉澤被告がメンタル面のダメージが想像以上に大きいからです、うん、っていう、まあとマスコミ関係者って怪しい記事なんだけど、また送る、ね、もう文字数をさあの稼がなきゃならないんだったらちょっとは俺らとか取り上げてくんないから、確かにね、売れない芸人を取り上げる特集やってくんないかな。本当だね。ああ、でね、あの心象は最悪ですと、うん、芸能活動を続けることは難しく、うん、事務所側としては吉澤被告自ら退社を申し出てほしいというのが本音のようですと、あ、先ほどのマスコミ関係者っていうやつなんですけど、いや、ちょっと言っとくか、言っとこうよ、ちゃんと、ね、記事のさ、埋めたいとか困ってなったら、はい、僕ら連載持たせてくれよ。あ、本当だね。大丈夫だよ、ね。ちゃんと名前さらして書くから。だから、そうだね、そういうのも欲しいし、うん、あと、自らね、うん、やっぱり出ないっていうのを申し出てほしいのは、やっぱ鬼立つだっていう、ね、こういう記事ですよね。そうなんだ、すごいですね、今世の中的に引退っていうのはかなり。間室さんも今年、うん、確かにね、引退でしたし。でもまあなんとか鬼田さんで長寿だったんじゃないですか。どういうことですか。世界的にあ、復帰がね、復帰を戻ってきた人と、はいはい、確かにどっちも膝も悪いでしょうしね。いや、安室ちゃんどうだ。でね、あの鬼田も貴乃花もね、どっちも痩せましたしね。痩せました。はい、ちょっとね、ちょっと今後また追って、はい、デビル三田尾のあの動向を追っていきたいと思いますんで。いいよ、なんで三田尾って三田尾ってなんだ。皆さんまたお聞きなさってください。お願いします。